ザマッチの借りを返せる最高の機会かなと思ってます他団体から簡単に乗り込めると思うなっていう気持ちもあるんですけどめっちゃ燃えてます僕は絶対負けれないなっていう K-1 久村雅史 vs r i s 鈴木雅彦 木村雅史ですまずこのような素晴らしいカードを組んでくださったプロデューサーはじめ関係者の皆様ありがとうございます。えー、っと6月の去年の6月のザマッチで、えっと、初めて K1 対ライズ多団体っていう構図の対抗戦が行われて、まあ、結果的にそこで K1 が負け越してしまうという形になってしまったんですけど、まあ、今回はそれを払拭できるザマッチの借りを返せる 最高の機会かなと思ってます、まあ K1 の舞台は今までいろんな素晴らしいファイターたちが作り上げてきた舞台なので他、まあ、団体から簡単に乗り込めると思うなっていう気持ちもあるんですけどでも対外的に戦っていって K1 の強さを証明したいっていう気持ちも先人のファイターたちの思いだと思うんで僕は今回 K1 を代表して。 圧倒的に K1 の強さを見せて圧倒的に勝ちたいと思います。はいありがとうございました。では鈴木選手をお願いします。はい皆さんこんにちはライズバンタム王者の鈴木雅彦です。えっとまさか僕もこ,このような試合が組まれると思ってなかったんでザマッチ以来のしかも今回はそのザマッチっていう舞台じゃなくて K1 に乗り込んでいくという形なんで。 めっちゃ燃えてますそれでこのカードはやっぱりファンの皆さんも見たいカードやったと思うしその久村選手は四郎選手にも勝ってるんで、まあ、僕は絶対負けれないなっていう思いもありますねそれとまあ僕はライズの王者なんでライズの看板を背負ってケーズフェスタ格闘技界を盛り上げていきたいと思います ま僕が大阪に行ってる時からトップで活躍してた選手で、ガツガツ前に来る、パンチのうまい、打ち合ってもま冷静に見れる、判断できるま強いファイターだと思ってます、ライズファイターの中でも、一番 K1 ルール向いてるんじゃないかなと思いますまでもその中でガツガツ来てくれたら、打ち合いの中の技術、テクニックは僕の方が上なので、その一瞬の隙をついて。 倒そうかなと思ってますで、まあ、あと大阪、まあ、出身同士なんで昔から知ってたので、まあ、いつかやるだろうなと思ってたので楽しみですねえっと久村選手の印象はそうですねあの僕とは違ったまたタイプの強さというか、まあ、上手い選手やなっていうのは思ってましたねそれとやっぱりフィニッシュは K1 の大祭りの舞台なんでしっかり盛り上げて 1> k 1ファンライズファン関係なく格闘技ファンが盛り上がるような勝ち方で倒したいと思います。